はい、皆さんこんにちは。癒しチャンネルのトミーです。今回も、一問一答ですね、引き続きやっていきたいと思います。第43問目ですが、イタリアの定番というタイトルでお届けをしていきます。今回もまたまた非常にメジャーなハーブのご紹介ですね。料理にも非常に使える、このピザにね、かなり使えるハーブをご紹介していきたいと思います。ではこの問題で移ってまいりましょう。今回の問題はこちらです。約150種類もの、種類があります。かなりありますね。すがすがしい風味でいろいろな料理に合いますが、特にトマトとの相性が抜群なハーブです。まあ、冒頭の写真にもありましたが、トマトとの相性ですね。かなり抜群です。で、成分としてベータカロテンやビタミン E が含まれていますということです。まあこれテキストにも書かれてまして、まあそこまで出題頻度高くないんですけどね。まあ一応こういう成分が入ってるっていうのは書かせてもらってます。はい。で、和名ですね。これちょっとね、読んでもいいんですけども、できれば読めるようになっていただきたいので、和名括弧としておきますと、呼ばれる作用として間違っているものを一つ選んでください。今回も非常にメジャーなハーブですので、間違っている作用を一つだけ選んでください。ABCDE と5個作らせてもらっておりまして、ほぼほぼもう4つがね、正しいということで、1つだけ間違っている作用がありますので、それを答えていただきたいということです。まあ、このハーブがどういうハーブかっていうのは、まあ、大方はもう想像つきますし、わかるかと思います。で、意外と、この作用がですね、メジャーなハーブだけに、急所をつくような問題で、私が、試験を受けた時には出ましたので、意外と答えられなかったりしましたので、ここをね、答えていただける問題を作ろうかなということで、こういう形にさせてもらいました。では、読み上げていきますね。A がまず消化促進の作用。はい。B が集中力の向上作用。C が腸内のガスを排出する作用。D がイライラを抑える作用。最後 E が抗酸化作用。これはアンチエイジングでございます。うん。意外とどれも当てはまりそうな作用かと思いますが、このね、ハーブの中では、まあちょっと違うかなっていう作用は一つだけありますので、それを答えていただきたいです。若干の引っ掛けも入ってるかと思いますが、シンキングタイムを取っていただきまして、はい。まあハーブ名自体はすぐ答えられると思うんですけど、和名がまずね、読んでいただきたいというところと、あとは作用ですね。うん。まあこの辺が大事かなと思いますね。うん。あとはそうですね、仮名とか、まあそうですね、学名とかその辺はね、わかりやすいところですね。使用部位も、まあそこしかないということなんで、そこまで引っ掛けられる要素がないんですけどね。この二つは引っ掛けられやすいので、答えてくださいということです。はい。では、答えに、行きましょう。わかりましたでしょうか。一つだけですよ。間違っているのはね。はい。では、答え合わせをしていきたいと思います。答えはこちらですね。C の、腸内のガスを排出してくれる、工夫作用ですね。これがちょっと、まあ、当てはまらないかなという作用でございました。ということは A、B、D、E は正しいということでございます。まず、消化促進の作用ですね。はい。これも、非常に正しいですね。うん。ちなみにこのハーブは、バジルというハーブでございます。皆さんも一度はね、使ったことあるかと思いまして、まあ、いろんな、主要成分が含まれております。で、和名が読めましたでしょうか？これ、メボウキと呼びますね。はい。古代から和名、メボウキ、目の汚れを取るメボウキと呼ばれておりまして、なかなか面白い名前がついております。で、消化促進の作用がまずありますのと、B の集中力の向上作用。まあ、これは結構風味がね、すっきりとした、風味がしますので、この集中力を、まあ、リセットしてくれてアップしてくれるということです。で、D のイライラを抑える作用もリラックス作用の一環として、公式テキストに書かれておりますので、これも、大事な点で意外と引っ掛けられやすいんですけども、意外とあります。はい。で最後の E の抗酸化作用も、これもね、意外と、バジルってそういうのがあるんだっていうのを知らないと思うんですが、アンチエイジングもかなり期待ができるということですので、料理に使えるだけではないというところなんですね。うん。まあ、非常に優秀だということを分かっていただければ嬉しいなという思いで、作らせてもらいました。では、最後にキーポイントでバジルを振り返ってまいりましょう。一度はね、見たことのあるあの葉っぱでございますけども、様々な作用が期待できます。まずはアンチエイジングの作用が期待できるというね、優れものでして、イタリアの定番の、まあ、料理ですね。はい。ジェノベーゼソースやマルゲリータピザですね。
私も結構ピザ大好きなんですけども、トマトとの相性がいいので、ピザによく使われることが多いです。あとは、使い方としては芳香浴ですね。の、ディフューザー等で香らせることで集中力のアップが期待できます。あとは、ハーブティーですね。ホットハーブティーで、飲むことによってリラックス作用ですね。風味がいいのでリラックスができまして、イライラを抑えてくれます。あとは、それで消化促進が期待できるので、非常におすすめでございます。ということですね。うん。で、今日最後は、目の汚れを取る漢方として、目ぼうきということで、昔から呼ばれております。はい。まあ、おなじみの、バジルというハーブなんですけれども、いろんな作用がありましてですね、注目を、ね、昔も今もされているハーブですので、まだまだ研究のしがいがあるというか、活用方法としても、期待ができるかなと思いますので、150種類もね、種類があるので、研究し尽くしても、し尽くせないというかと思うんですよね。はい。まあ、一般的なバジルというのはスイートバジルという品種を、指すということでして、これがよく使われるということですね。はい。まあ、この辺も押さえてもらえればいいかなと思います。では、今回はバジルをご紹介いたしました。意外と試験ではメジャーなハーブなんですけども、出されることがありますので、押さえてください。では、次のハーブでお会いをしてまいりましょう。さよなら。